アントニオ・パスクアル・デ・ボルボーオニー・サホニアは、スペインの王族、スペイン王子。スペイン王カルロス三世とマリア・アマリア・フォンザクセントの、イツで、カルロス四世を呼び、両シチリア王・フェルディナンド一世の弟。全名は、アントニオ・パスクアル・フランシスコ・ハビエル・フアン・レッポム世の、兄エージョ、ライムンド・シルベストレ。アントニオはすぐ上の兄・ガブリエルと、同様。 私的で芸術の足しなみのある人文主義者であった。また彼は兄をカルロス4世に要望が告示していたという。アントニオは1795年8月25日、40歳の時にカルロス4世の娘で16歳の名、マリア・アマリアと結婚したが、アマリア王女は結婚した3年後に子供を設けないまま早死にした。宮廷政治においてはアントニオは おいでにていのアストリアスコーフェルナンドを応援し、最小マヌエルデゴドイを目の敵にしていた。スペイン独立戦争中、アントニオは他のスペイン王家の人々と一緒にフランスのバランセで遊兵生活を送っていた。スペイン独立戦争終結後、絶対王政の熱心な信奉者だったアントニオは、スペインにおける絶対主義体制の再構築を精力的に支えた。ありがとうございます。